ット離れで外枠が入れ替わりました。 1,2,3,4,6,5 となっています。赤城雷神杯競争優勝戦対戦の6勢は1号艇群馬仏島誠、2号艇地元勢が続きます群馬久田敏之、3号艇が広島山口剛、4号艇が福岡枝尾勝、5号艇福岡篠崎仁、そして6号艇岡山吉高九郎、以上6メンバーの対戦です。シリーズリーダー、そして今節は選手代表の大役もになって1号艇仏島、今大会 V2 に向けましてポールポジションもちろん断然の人気を集めています。そして待望の記念タイトルの仲間入りを目指します。同じ地元群馬の久田敏之、3コースには3号艇の山口、こちらの方は終盤から3連勝で勢いをつけてここは赤いカポックでの登場、カロ戦4号艇の枝尾、ここ2年間の成長ぶり本格化は目を見張るものがあります。そして5コースから6号艇の吉田角郎、最アウト回り5号艇の篠崎、優勝すれば1億円突破ということになります。優勝戦第12レース進入体系はインコースから1番2番3番4番6番5番の体系、赤城雷神杯優勝戦の第12レーススタートいたしました。一周一マークが先行争いでありますが大きな差ありません。一周一マーク最初の勝負どころ、インから逃げる体勢は1号艇、そして2号艇は内、3号艇が今度はまくり差しのハンドルバックストレッチ向こう上面、さあ1号艇3号艇という形になりまして、3番手争いは2号艇の地元の久が粘っておりますが、外に開いて4号艇6号艇5号艇追走、向こう上面からこれから2マークの旋回、スタートの方は前提正常です。陰線を仕切って1号艇の娘は早くもリードは1停進半から2停進となっています。2番手追走赤いカボックでありまして、3号艇の山口、その後3番手争いでありますが2号艇が外、内をついては今度は4号艇の枝を接近いたしまして、上位の体勢は1-3-2、後方向かっては4-6-5という体勢でおどけ前を通過。レースの方はこれから2周目、早くもリードは5停進1号艇の仏島、2番手追走3号艇の山口剛、3番手は2号艇地元の久が粘る形、内側のから切り返しを図る4号艇、外握っていったのは2号艇の久田、上位の体勢ですが1-3-2の体勢変わることなくバックスレッジ向こう上面です。トップと2番手の定冠早くも5停進半、2番3番手の定冠は4停進半となっています。その後ろでありますが4停進空きまして、単独4番手4号艇の枝を、後方は6番吉田、5号艇の篠崎という体勢、後枠3車上位を形成いたしまして、1番3番2番の体勢が固まりつつありまして、さあレースの方はこれから最終周回に入ります。このままいきますと賞金戦線、これで9000万円突破ということになります。1号艇の仏島、2番手追走3号艇の山口、3番手2号艇の久田、その後ろは4番6番5番という体勢変わることなく、後枠3車上位を形成して、上位2艇早くもバックスレッジ向こう上面に入っています。2連単の1-3の組み合わせ、断然の1番人気 2.6倍、3連単の1-3に 7.6倍を示しています。後方向かっては4番6番5番という体勢、これで通算の勝ち星1186勝目、そして優勝回数は56回目、そして記念この G1 に関しましては11回目ということになります。地元のこの赤城雷神杯競争、賞金戦線に向けても大きな優勝ということになります。地元の舞台、今1着で1号艇の仏島こと五輪、2着には3号艇山口五輪、その後は3着2号艇地元の久田五輪、後ろは4番6番最高峰は5番が五輪です。ちょっと長めに3、4分ほど伺ったと思います。そうなんですよ、すいません。これはもう入ってる。マスクつけてきていいですか。マスクつけてきていいですか。これね、大丈夫ですか、すいません。では自分赤城雷神杯優勝仏島誠選手です、おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。さあ、この G1 赤城雷神杯2度目の優勝、今のお気持ちいかがでしょうか。はい、もうね、やっぱ地元で優勝いいですね。はい、嬉しいです。まあ、水面際ではゲストの皆さんの姿も見えたと思いますが、いかがでしたか。そうですね、久しぶりにね、あの地元で本当にたくさんの方見れたので、すごく励みになりました。ちょっとね、スタート特訓の時間にはざっと雨が降り出しましたが、いい水面になってましたね。そうですね、まあ雨男なんで、僕が降らしたようなもんですね。はい。スタートはちょっとまだタイミングわからないんですが、気持ちよく行けました。いや、仕掛けだけして様子を見たんですけど、多分10ぐらい行けたなと思います。はい。準優勝戦はちょっと緊張されたとも言われてましたが、優勝戦は落ち着いてきましたか。そうですね、準優からしたらかなり落ち着いてきました。はい、いいターンができましたかね。もう100点です。はい。さあ、そして年末に向けては賞金ランキングもジャンプアップとなりましたが、いかがでしょうか。あ、そうですね、まあ、あまり考えずにやってたので良かったです。はい。
今節はかなり、ね、こうリラックスした雰囲気でしたもんね。そうですね、初めちょっと、ね、風がかなり吹いてしまったので、あの班長の仕事も、ね、しっかりやらせていただいてたので、逆にそれが良かったと思います、うん、はい。さあ、それでは次節が11月9日の福岡 G1、 また蒲郡のチャレンジカップも控えていますが、この先へ向けていかがでしょうか。そうですね、あのグランプリまでしっかりとリズムを上げて臨めるように一戦一戦頑張りたいと思います。またファンの皆様、今年こそはと宇津島選手の年末の優勝も期待されていると思います。そうですね、あのいい姿見せれるようにしっかりと頑張りたいと思います。それでは最後に全国のファンの方へ一言お願いいたします。はい、いいレースできたと思います。また、僕走るとき買ってください。よろしくお願いします。はい、宇津島選手おめでとうございました。